車の疑問に答えるか、といえば、グーネット買取チャンネル。今回は、車の一括査定で個人情報は絶対に必要なのか、解説していきます。一括査定になぜ個人情報が必要なのか。業者としては、より詳細な情報を得たいので、ヒアリングや車の現物確認を行おうとします。車の査定のため、直接詳細な情報を聞き取り、さらに現物を確認して、車両のコンディションなどをチェックしなければなりません。 自宅以外で査定をするケースもありますが、手続きをスムーズに進めたいなら、きちんと現住所、途中地を基本に話を進めるのが一番です。個人情報の入力なしで車を査定する方法。方法その1、中古車市場価格を参考にして手作業で計算し、買取価格の相場を予想する方法。方法その2、個人情報なしで車の査定額を確認するために、 web 上の無料の査定サービスを利用するのも一つの方法です。個人情報なしの査定額でも十分なケース。前もって大まかな買い取り相場を知っておきたいだけなら、個人情報なしの大まかな査定額でも十分ですが、大まかとはいえ、予備知識として大いに役立ちます。車を売却するかどうか検討中の段階で、大体の査定額を確認したいだけなら、やはり、個人情報なしの大まかな計算で十分です。 急にお金が必要になる、緊急で査定額を調べたい時もある。そんな時は、個人情報なしでサイトを利用した方が、早く金額を知ることができます。正確な査定価格を調べる方法。個人情報を提出して査定を受ける。車の正確な査定価格を知りたい場合は、個人情報を入力して査定を受けるのが一番です。JAAI の有料査定を受ける、公正・中立の立場なので、 客観的な視点から正確な見積もりを出してもらうことができるでしょう。業界での個人情報保護の取り組み。買取業者による個人情報保護の方策として名義変更があります。その他に書類内容の切り取り、または黒塗りする方法があります。一括査定を利用して車を売却するときに注意すべきこと。 業者選び、サイト選び、一括査定を申し込む場合は、サイトを管理運営している会社や業者の信用度は一度チェックしておきましょう。今は、口コミサイトや SNS などで、利用者の評価を簡単に確認できます。車内に書類などが残っていないか確認する、車の保険証やメンテナンスノートなどの個人情報が載っている書類が挟まったままということがよくあります。カーナビを初期化する、下取りに出す場合、 業者の方でカーナビの初期化を言ってくれることもありますが、改めて確認してもいいか聞いておきましょう。最後にまとめです。個人情報の提供なしで正確な査定金額を出せないことを覚えておきましょう。あなたの愛車を高く売るなら、グーネット買取へ、詳しくは概要欄の URL をチェック。